遊園地なんて小学校以来ね達也くんはどのアトラクションに行きたいメリーゴーランド観覧車フードコート絶叫マシンかメリーゴーラウンドは子供っぽいし観覧車は最初に乗るものではないなフードコートに行くほど腹も減っていないならばでは絶叫マシンはいかがですか この遊園地にはアースダイブというマシンがあるそうですアースダイブええ大気圏突入をテーマにした絶叫系アトラクションで最高到達高度4 0 0ル、最高速度2 0 0トル、全長1万5 0 0 0ルというアジア最大の規模を誇りますあまりにも強烈な G から乗客を守るためコースターには荷重系魔法による防護がなされていると言われていますねなっ 何そのバカみたいなアトラクション達也くんそんなのに乗りたいの普通なら数時間待ちの人気アトラクションですからこの機会に乗ってみるのも一興かとここにあるのはシミュレーションですが加速度だけは本家と変わらないそうなのでへえ人気のアトラクションに乗りたいだなんて達也君って意外とミーハーなのね怖いんですか に乗ったこともあるんだからそれは頼もしい正直言うと俺も少し怖かったので付き添っていただけるとありがたいですよーし私に任せなさいねえ達也くんこれどこまで登るの今が3 9 0ル付近なのであと 10m です つやく私降りる今さら無理ですほらあと少しで落下ですよ <laughs> いやーこんなところから降りたら死んじゃう降ろしてー大丈夫です激しいアトラクションですがその分安全管理は万全です過去に気絶した乗客は数知れませんが怪我した人は一人もいません気絶するようなアトラクションに乗せないで行きますよ